こんにちは、みなりんです。今回はリメール新作の購入品紹介を軽くなんですけどやりたいと思います。っていうのも明日発売なんですよね。で、サイズ選びとか172cm、51kg の痩せ型の人が着るとどんな感じに見えるのかとか、メインはサイズ感かな、ちょっとそこをお伝えして買う時に結構楽になればいいなって思って今日投稿してみました。なので多分編集何もやってないですごめんなさい。できれば早めに投稿した方が結構ためになるかなって思ってちゃちゃっと投稿しちゃいますね。で、まずこの速乾するであろうこのキュプラシャツですね。 172cm の僕が S サイズを購入しました。でちょっと邪魔になっちゃうので置きますね。こんな感じです。今中はリメールの黒のタンクトップで合わせてます。手が若干 S サイズで萌え袖になるくらいですね。サイズ感的に M サイズを着用すると手全部隠れました。写真撮ってくればよかったな。まあ S サイズでも全然いける感じですね。ただ S と M で割とサイズ差があるなって感じたので、個人的にはね、ちょっと聞き流すぐらいで聞いてほしいんですけど、僕的には174から M でいいんじゃないかなっては思いました。174かな。で、僕と同じ身長の方が M サイズを着用すると変なのかって話なんですけど、まあ少し好みは出るかなって感じました。 S サイズ着用でゆったり、 M サイズ着用でとてもゆったりっていう感じ。なんかここの違いですかね。僕も S が売り切れてたら M 買いますね。それでも変にはならなかったぐらい、シルエットがすごく綺麗だったので、 S 速乾したら M サイズもまあ万が一は買えるなって思っておくと結構明日のお買い物楽になるかなって思いますっていう感じです。ちょっとお話だけだと伝わりにくいかなと思うんですけど、サイズ選びね、ぜひ参考にしてみてください。お次、生地感ですね。表面少しザラザラしてるようなね、見た目してるんですよね。近くで見てもキュプラ 86%K、まあ、ウール 14% ですね。で、一応今これタンクトップ出せてるんですよ。インナー見えますか？多分見えないと思うんですよ。僕も実際こうやって鏡で見てもこの境目がわからないくらいのものになってたので、これなんかすごいですよ。結構絶妙な生地の薄さでかなり良かったです。生地はまあ高級生地だから、まあそれはいいのはいいんですけど、着ててめちゃくちゃ快適ですね。やっぱ見切り生地のアイテムは価格と比例してないですね。クオリティがめちゃくちゃ高いアイテムになってました。最後アイテムのデザインについてなんですけど、こんな感じになってます。一番特徴的なのがね、後ろ、もうお尻隠れるぐらい後ろが長くなってて、前はまあ普通くらいの丈になってます。すごいですよね。今までのシャツと比べても後ろが断然長いかなって思います。あとこんな感じでシャツがレイヤードされてるような感じなんですけど、ここを見てください。ここだけでつながってるんじゃなくて、ちゃんとねこうこの肩の部分まであって二重になってる感じ。で、そうシャツの襟の形、皆さん気づきましたよね。これオープンカラーシャツになってるんですよ。まあ、アクセサリーが入るし、小顔効果もあるし、夏場はすっきり見える。第三者目線から見ても結構涼しく見えるようなアイテムになってるかなって思いますですね。アイテムのデザインに関しては以上になります。で、まあおすすめのカラー、僕言うとしたらブラックかな。夏場だったらネイビーもいいかもしれないんですけど、僕ちょっとね完全に自分受けのいいコーデを最近組むことが多いので、ブラックで結構決めでいくことが多いかなって思います。まあ、あと紹介するんですけど、このブラウンのキャップ買ったからさ、ブラウンのシャツで合わせても絶対かっこいいんですよね。感じでシャツの紹介は以上になります。お次、ガウチョパンツを今回購入してきました。これめちゃくちゃ僕楽しみにしてたんですよ。できれば今この着てるシャツと合わせてほしいですね。このモード感が少しあるようなシャツなので、雰囲気出るこのガウチョパンツ合わせたらめちゃめちゃかっこよかったですね。昨日ストーリーにも載せたんですけど、あのコーデ結構好きなんですよ。まずこちらもサイズ選びからお話ししていきます。僕自身 172cm、51kg 痩せ型で M サイズを着用してます。着用感はこんな感じになります。サイズ感結構ちょうどいいですよね。多分これが推奨サイズ通りの着用感だと思います。これをずっと履きたかったんですよ。めちゃめちゃかっこいいこれ本当に特にね、今やっぱ着てるシャツとの相性が抜群にいいですね。プラスこのリネンシャツかな、フェイクリネンシャツと相性バッチリです。4月1日に同時発売されるので、ぜひチェックしてみてください。でね、今これ着てみて思ったんですけど、これユニティのパンツあるじゃん。今こうやって着用してみて分かったことだったんですけど、
黒のこの種類、ユニティのパンツもすごい黒いんですけど若干青みがかってるブラックってに近いんですよね。ただこっちは本当に墨のブラックみたいな。いいですね、シルエットがめちゃくちゃ綺麗な、これマジでかっこいい。いや好きだな。で今のウエストをどこで留めてるかって話なんですけど、へそからちょっと下ぐらいで、まあ、ベルトで固定してます。フロントにダブルタックが施されてて、サイドにボックスプリーツが入ってます。その間にポケットがある感じですね。ユニティのパンツとほぼ一緒かな。なんか結構ね近いところはあるかなって思いました。ただ生地感がちょっと違うのよ。あのこれちょっとねすごくいいなって思ったんですけど、ポイントをお話しすると、ユニティのパンツがあるじゃないですか、これ結構シャカシャカ音すると思うんですよ。音を聞いてください。そしてガウチョの方は、違い分かりましたか？若干こっちの方が滑らか感が強いんですよね。柔らかみがあるというか、あっちほどシャカシャカが感じないです。生地的にはね僕はこっちの方が好みでした。一番近いなって思ったやつ触った感じであったんですけど、去年の夏に発売されたこのタスラナイのシャツもうほぼこれ一緒じゃないかって思うぐらい似てました。若干こっちの方ザラザラしてるかな。でもね結構これ持ってる方いたら触ってほしいんですけど、結構近いんじゃないかな。僕が持ってるお洋服の中だとこれが一番近かったですですね。まあ、生地の説明としてはかなりうまくできたんじゃないかなって思います。生地の厚みはかなり薄いです。まあ、こんな感じ。夏場めちゃめちゃ暖かい日でも着れますね。で組み合わせ方としては今思いついたところで言うと、ちょっときれいめなアイテムで合わせることが結構ポイントになってるのかなって思いました。まあ、同時発売のこのシャツはね切れ目要素も含めてすごく相性のいいものになってるので、まあ、これを おすすめしときます。いい感じかな。まあ結構今回は紹介するものが多いので次キャップに移りたいと思います。はい。でね、去年発売されたやつと何が違うかっていうと、パッと見はほぼ一緒です。後ろを見てください。こちら、イージースナップってものがついてるんですよ。イージースナップっていうのは、ここですね。パチンって取れちゃうんですよ。取れるっていうことは、バッグとか、まあ、ベルトループにつなげて夏場のシンプルなコーデに合わせることができるってことですね。あとまあ夏場キャップかぶってるとちょっとここ蒸れて暑くなるじゃん。暑って思ったら脱いでベルトグループに垂らしておくとか、そういうこともできちゃうっていう。結構ねこれつけてるだけで着回し力が高くなります。だからね前職欲しかったの本当は。てか見た目こっちの方かっこいいんじゃないですかね。このアンティークシルバーみたいな、このちょっと錆びかかってるようなこの色味すごくかっこいいですね。あとこっち丸、前作は丸み帯びてるんですよ。こっちはちょっとスクエアみたいな、すごい髪型ですね、カツラ見て。今作はメンズっぽいかっこいいものになってるかなと思いました。なんかちょっとよれたかな、使いすぎなんだよねこれ。ちょっと見てこれ、すごいボロボロになってきた。ずっと着用してるんですよこれ。でさ、これ最近買った T シャツマスタードなんですよ。マスタードとブラウンで合わせたら絶対かっこいいよね。同一色相配色。色の資格取ったのに何にもやってねえんだよな。ほぼ忘れたし、何にもなんか勉強した意味なかったような気がするわ。まあいずれ何かの役に立つことを願ってちょっと覚えておこうかな。あ、なんか長さ調整しやすいこれ。なんでだ、あのちょちょっと引っ張ってそのままピュッてやるだけで長さ調節できました。すごい簡単。マジでかっこいいなこれ。ブラウン買ってよかった。でラストの紹介がこちらです。香水。ちょっともうこの紹介はね明日の ZOZO の発売とは関係ないお話になってしまうんですけど、一緒に紹介しますね。このマスキュリンっていう香りがすごく気になるんですよ。まだテスターも使ってないのよ。香ってないまま買ってきたからどういう香りがするのか楽しみ。初プッシュ。はい。すっげえ好き。あ、大人っぽいですね。これ好きだな。サボンより好きだ。あ、すっごい好き。あ、
でお次が今手元にないんですけど、あのグラフィック TR じゃないですか、4月1日に発売される。僕今ね展示されてるやつだけ昨日見てきたんですけど、写真見せるとこんな感じになります。はい、こういったグラフィック、こういったグラフィック、こういったグラフィックで3型ありました。僕の一押しをねお話ししておくと、これが一番好きです。一番ミステリー感が強いアイテムになってるかなと思うんですけど、これを選んだ理由としてはね、組み合わせやすいっていうのがあったんですよ。これのホワイトの T シャツが欲しいです。僕右上にこうペンキがパシャってなってるやつあるでしょ、そこの部分だけ少し青みがかってたような気がします。これでもまだデザイン何にするか決まらないって方はリメルのインスタグラム飛んでみてください。グラフィック T シャツの投稿の6ページ目ですねに日本語に訳されたものがちゃんと書いてありました。6ページ目9ページ目に日本語に訳されたものがあるので、ぜひねそこを見てみてください。そうするともっと選びやすくなるかなと思います。あの4月1日のリリースがかなり多いんですよね。でお次がこちらです。シンセティックリネンシャツの新色が出てました。カーキとネイビーだったかな。ちょっとこう模様感感じるようなアイテムになってましたね。あと他は全部多分一緒だと思います。デザインと生地感とシルエットは多分一緒ですね。これは推奨サイズ通りで大丈夫だと思います。夏場の一押しはねこのライトグレーなんですけど、結構これと並ぶぐらいカーキがかなりかっこよかったです。はい、で本日ラストのお話がこちらですね。テーラードジャケットの半袖バージョンになります。カラー展開も本当に一緒で、サイズ感も多分変わりはないと思います。長袖バージョンのあの感じで夏場いけるのって思ったかと思うんですけど、長袖と違うところが2点あります。まず1つ目が裏地レスってところですね、まあ、これのおかげで生地が少し薄くなってくれるので、あの長袖の生地よりかは涼しく着用することができます。で2つ目がここですね、サイドスリットが入ってます。あの YouTube リメルの服っていう方の4周年ありがとうなんちゃらなんちゃらっていうタイトルの5分29秒ぐらいに飛んでみてほしいんですけど、あのスリットがアッシュグレーのやつなんですけど出てるのが見えると思います、まあ、よかったらそこをスキップして見てみてください、まあ、こういったサイドスリットが入ってることでかなり動きを感じられるアイテムになってるので、僕的には長袖バージョンより動きが出るのでかなりかっこいいアイテムに仕上がってるかなと思います。やっぱ同時発売のこのガウチョパンツとも相性いいですよ。だからあのやばいですね今回のリリース。かなり今回人気アイテムが多いってところが嬉しくもあり怖いですよね。何かカートに入れてる間に売り切れちゃいそうなので、なんか速乾してそのアイテムが 1,2,3 3個同時発売っていうのがちょっと怖いですね。あ、いやグラフィックティーもあんじゃん、怖っ。1日ぐらいずらして発売してくれたら結構安心してそのアイテム1点買いっていうのができるんですけど、まあ、全部同時発売なので、まあ、皆さん一緒に頑張りましょう。で最後に昨日お会いした皆さん本当にありがとうございました。なんか思ってたり声をかけてもらえてすごく嬉しかったです。またぜひ声かけてくださいって感じ。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ちょっと今おしゃれな動画を作ってるので、まあ、次の投稿までね楽しみにしておいてください。ではバイバイ。